回したり揺らしたりする手技を中心に一般的に使われることが多い母子圧や手掌圧以外のちょっと変わった技法をご紹介したいと思います。足首というか かかとを回しますね。これはリラクゼーション効果とむくみを取る効果などがありますね。足首の調整にもなりますね。どうですか？いいですね。すごい優しくなんか、ほぐれる感じがします。回すっていう動きは曲げるや伸ばすやこうそれぞれの角度に持っていくっていうのを一度にやれますので、調節するのとかリラックスさせるのとかいろんな効果をまたどの動きがどの方向にも癖のユームなども見やすくなりますし発見しやすいですし動きが滑らかになるのを促進します。大概の人はこういうふうに内側に歪みが出てますので外側になるべく小指側を下げるようにして伸ばすことで真ん中に持ってきます。きつくないですか？はい、はい、左足の方が状態悪いですね。揺れが伝わらない。揺れがちゃんと頭の方まで伝わるほど
まあ歪みやブロックのない状態なのでいいんですけど、これが背中の方まで全然行ってないので、そうですね、腰で止まってます、止まりますね。でもこっちの側はちゃんと行くんですよ。来てます、ね、左側に問題があるんです。うん、左の股関節だったり、そうですね、多分左の股関節だと思うんですけど、左側の方が、まあ、足首も癖が強いんで、左側がちょっと動いてないんだと思いますね。関節の詰まりを取ったり、まあ、動きを滑らかにするとか、緊張を解くとか、循環を良くするとか、それによって血行が良くなったり、むくみが軽減したりといった効果があります。で、曲げ伸ばし、伸ばしが痛くてできない人も、回すっていうことだったら気持ちよくできるので、回すことによって可動域が広がりますね。これも円運動をしますね。ポ
持ってて、立てて、じゃあまずこちら手刀を使って肩をほぐしますね。暑いですかね。あ、まあでも気持ちがいい。もう少し逆に右側向いちゃった方がいいかと思うんですけど。はい。これでどうですか？まだきついですか？まだちょっときついです。てかもう肩がすごい右の方がきついって感じですか？はい、あ、今肩痛いんですね。はい。これでどうですかね？はい。はい。痛い。
ないんですよね。意識してなかったですけどね。大丈夫ですか？ちょっとやっぱきついですかね、そっちも。てか凝ってんですね、めちゃくちゃ。それで痛いですか？ああ、でも痛気持ちいいです、うんうん、そういえば私昨日頭痛がひどくて、うん、その影響かなと、きつくないですか？はい、気持ちいいです、はい、この向きに顔を、はい、こっち、はい、きついですかね、こっち、こっちがちょっときついですね、これぐらいの方がいいですか？そうですね、はい、うん、開けてか、肩を回すってことですね。きつくないですか？はい、大丈夫です。全然入らない。口どこに？こっちに回しといたじゃん。ダメだ。上がんないね。Yeah.